皆さん、こんにちは。朱雀あかりです。今日は黒点経典第2巻、326ページ、新しい地球という世界について朗読していきます。それでは、よろしくお願いします。北の聖地に箱舟が降り立ち、次の新しい世界へと導く。光明に、未来の5次元への上昇の受け入れ場所と内部の受け入れの通信が入ってきた。北の聖地のある場所に箱舟が降り立ち、入り口が開くという。その場所に人々が集い、視覚者の誰かが人々をその入り口に導き入れる。中に入ると真っ暗で、手探りで進むと遠くに明かりが見えてくる。よく見るとその光の中に弥勒菩薩がいて、その横に鏡がある。その鏡に自分らの姿が映し出される。鏡の横にハンドルがあり、それを左に3回、右に3回、回してさらに先に進む。入り口から中の暗闇に入った時、人が大勢いたが周りには誰もいなく、ただ一人の空間になる。そのため周りを見ても後から来た人の姿が見えないし、先に行っている人の姿も見えない。さらに暗闇を手探りで歩いていくと鳥居があり、その鳥居を通った時に2つの分かれ道になる。どちらに進むかはその人が決めることになる。右の方に行く人と左の方に行く人と分かれる。どちらの方向が正解であるかはそこではまだ分からない。その場所で新しい世界に進める人とそうでない人にふるいにかけられることになる。ある人が右の方に行ったとする。先に進むと門が現れ、門の右に金剛夜叉様、左に正気様がいる。その人はその門の前に来ても門は決して開くことはない。そこで真っ暗になり、その人は赤い砂漠スフレイに行き、その人のその後の運命が決まるのである。一方、ある人が左の方に行ったとする。先には進むと門が現れ、門の左に阿弥陀如来、右に薬師如来がいる。その人がその門の前に来ると門が開く。さらに暗闇をしばらく進むと格子のドアがある。その格子のドアを開けると白馬に乗った大白竜王がいて、皆を導く。そこには新たな綺麗な惑星、新しくやり直す地球があるのである。花畑を通って先に進むと鳥居があって、また門がある。その門の左に毘沙門天がいて、右に吉祥天がいる。この二体の神の奥に入っていくと門があり、その門の扉を開けてまっすぐ歩いていくと、神棚のような台座に仏が座っている。その仏は光弥勒菩薩名であり、その人を次の次元に迎え入れるのである。光弥勒菩薩名は新しい地球を創造する仏である。新しい地球という世界。光明が見た新しい地球は、どこまでも綺麗な海と緑があり、文明などは一つもない世界である。ただ一つ気になったことは、そこにいる人々はみんな空を歩いていたことである。これはみんな不思議な力が身についていることを意味する。今まで隣にいたおじいちゃんが子供になっている。5次元の世界に移行する準備段階の世界なのであろう。その子供が光明に、おじさん、ここはどこなの？と言う。光明は、ここは新しい地球だよ。二体の仏様が一つになって作り上げた惑星だよ。ここではみんな正しい道に進まなければいけないよ、と言った。その新しい地球では、年寄りがみんな子供になっていた。今日はここまでにします。また次回続きを読んでいきますからね。それでは皆さん、お元気で。Thank you.